おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日からこちらの蛇の命というゲームを実況していきたいと思います。こちらはですね、フリーゲームなんですけど、いつもやってるようなホラーゲームではありません。ホラーゲームではなく、なんだろう、ミステリーというか、割とこう頭を悩ませるタイプの頭脳系ゲームです推理ゲーム、そう、推理ゲームです推理ゲームというワードが出てこない時点でちょっとだいぶ頭が疲れてるな。そう、この人の作品をですね、違う実況者さんの動画を見て知ったんですけど、めちゃめちゃ面白いので、ちょっと自分もやってみたいなと思いまして始めてみました。では早速やっていきたいと思います。ニューゲーム。おわー、コメント、待って、コメントが消えてない。コメント消させて、待ってね。あぶねー、コメント非表示にするの忘れてた。お、軽快な BGM が鳴っていますね。これ多分ね、ほとんど、でも、キーボードでも動かせるのか。でも、カーソルで動かせるので、カーソルで動かしていきたいと思います。こう、主人公がヘビなんだよね。よし。はい、どうも。ヘビ従業員。温泉旅館へようこそ。上のフロントでチェックインしていってね。オッケー。この辺とか調べられるのかしら。あ、調べられはしないね。あ、人間もいるんだね。ヘビ客、この温泉旅館呪われてるって噂だよ。おお、人間、客ね、客。この旅館呪われてるらしいから注意してね。オッケーめっちゃ呪われてるって言われるな。宿屋のおかみさんこの旅館は呪われてないよ。変な噂に流されないようにね了解しました。どっちを信じたらいいんだ。いやでもな、噂って結構、まあ火のないところに煙は立たないというので。なんだこれ。電話相談、スキル割り振り、デリバリー、通話終了。何、電話相談って。期待情報を選択して、ね、何をすればいいのかわからない。現在の攻略情報、レベル割り振りについて。いや、とりあえずまあまだいいかな。スキル割り振り、デリバリーって何だ。宿泊部屋にピザ届けるよ。 L サイズだから980円だよ。まあゼロゴールド。え、待って、お金持ってないのに泊まろうとしてんのバカじゃないのか。じゃあヘビだからヘビに話しかければいいのかな。こっちじゃないよ、人間の従業員の方に話しかけてね。あれ、ヘビ従業員2匹いるのか。なるほど。やばい、声の分け方がわからん。みんな同じフォルムで、みんな同じ顔ぐらしてるから。従業員、当旅館の利用規約を聞きますか。現在推理レベル20。はい、いいえ、条件推理レベル21以上。なるほど、レベルね。そう、確か、そう、なんかスキル割り振りっていうやつで、まあ推理レベルだったりとか、あとなんだっけな、腕力とか、そういう風なレベルを上げることができるんですね。で、今は推理レベルが20しかないので、いいえを選べないので、はい、一択ですね。利用規約1、温泉の利用は1日3分までとする。3分はちょっとさすがに短いな。ちょっと温泉だからさ、もうちょっと楽しみたいんですけど意義あり、意義なしいや、これ絶対意義ありでしょ。異議を申し立てた場合は1日2分までになりますくそー、3分しかないというこの貴重な時間を3分の2まで減らしてしまった。利用規約2、客は従業員より偉いが、客がヘビの場合に限り従業員と同等以下とみなすヘビ差別ですね、それね。ヘビ差別はやめてください、意義ありです。ヘビなんだから贅沢言っちゃダメ。次、利用規約3、すぐに異議を唱えないこと。異議あり。異議を却下しますほら、楽しいよねこのゲーム。利用規約4、地下室には絶対に立ち入らないこと。ほう、いや、まあまあそうよね、スタッフルームみたいなってことかな。まあここは別に異議申し立てる必要ないかな。次、利用規約5、この旅館で事件が起こっても SNS などで拡散させないこともうこれ事件が起きるっていうことがさ、もう明確に
現れてるよね、この事件っていう黄色い文字がね、物語ってるよね。だってこういうのは拡散してなんぼでしょう。その方が多分炎上してみんな来るよ。意味あり。県外で Wi-Fi とか飛んでないよ。スマホも利用できないから注意してね。従業員なのにめっちゃタメ口聞いてきた。そっか、ヘビは同等以下だからか。利用規約6、この旅館が呪われているとかいうデマに流されないこと。いやでもな、ヘビ客もこのなんか普通の人間のお客さんも呪われてるらしいよとかって噂立ててたくらいだから、いやみんな流されてるんだよね。あの赤信号をみんなで渡れば怖くない派なんで、ちょっと意義ありにしとこう。いや嘘ですけど。呪われてないよ、普通の旅館だよ。はい、何ですか。え停電だー、怖い。やっぱり呪われてるよこの旅館。停電になったところであなたのターンになりました。行動を選択してね。発言する、何もしない、宿泊部屋に移動、レジから金を抜く。何これ、推理レベル25以上と違法解禁を、何、違法解禁することがあんの。とりあえずじゃあ発言しようか。何を発言しよう。皆さん落ち着いて、これは旅館の呪いだ。この停電は犯人の仕掛けたトリックだ。どうしよう。これは旅館の呪いだ。キャー、呪い怖い。やっと電気がついたわ。やっぱりこの旅館絶対呪われてるよ、ヘビ客。停電ごときで騒ぐんじゃないよ。停電が呪いなら全ての家が呪いの館ってことか。停電だけじゃ呪いを立証できないな。何、この客は呪いを立証しに来たの。あら、なんだか揺れてるわ。停電の次は地震ですか。今度は地震だよ。やっぱり呪われてるじゃないか。地震が起きたところであなたのターンです。行動を選択してね。旅館から避難とかもあるけど、とりあえずまあ発言しよう。なんか推理レベル全然足りないんで。あ、地震だ。コナミ感すぎる。係員の指示に従って避難してください。悟りじゃー。いや、これ普通にちょっとアホっぽいから。あ、地震だ。お客様落ち着いて。地震は収まったよね。この旅館やっぱり呪われてるよ。噂以上だよ。地震は自然災害なんだから呪いとは関係ないでしょうが。まあそうですな。これだけ災害が続くと心配になるな。二度あることは何たらと言うからね。え、何、また地震。今度は何だ。大変だよ、今の地震の影響で玄関口に雪崩が発生したよ。序盤からぶち込みすぎだよこの旅館。雪崩が発生したところであなたのターンです。行動を選択してね。まあ玄関の雪崩を調査することしか今はできないね。じゃあそうしましょう。このさ、迫真の BGM めちゃめちゃ面白くない。玄関口が雪崩に埋もれちゃってるよ。これじゃあ旅館から出られないわね。このお客さん初めて喋ったね。ミミズ。ああ本当だ、客にミミズがいる。おいおい、この旅館に閉じ込められたってことか。従業員、裏口があるからまだ平気よ。なんだ、裏口があったのか。てっきり閉じ込められたのかと思ったよ。裏口があるなら安心ね。よかったわね、裏口があって。こんだけなんか裏口裏口裏口って言うと絶対裏口もなんか塞がると思うんですけど。もうこれ以上裏口にフラグ立てるなよ。あ、私が突っ込むまでもなくちゃんとこうメッセージ上で突っ込んでくれる、ありがとうございます。どうせまた災害が起きて閉じ込められるのは目に見えてる。もう平気よ、さすがに災害も出尽くしたからね。こんなに最短記録で災害が出尽くす旅館もどうかと思うよ。確かにこの調子じゃ裏口の方も心配ね。閉じ込められる前に裏口の調査も必要だ。 OK、 裏口の調査をしますか。現在腕力レベル0、現在推理レベルが20。旅館裏口を調査する、雪崩に体当たりする、面倒なので宿泊部屋へ。レベル25以上だから結局は腕力レベルも今0だから5以上なこの体当たりはできないから裏口か。結局今のところは1個も
なんか自由に選択できるところがないね。裏口にはまだ流れが流れ込んでいないようだな。あ、なんか変なのいない？なんか灰色のやつもいるわ。あ、ヘビ従業員。え、なんかこのグラフィックかわいい。こっちは下り坂だから雪崩が起きない構造だよ。安全だよ。どうせ別の呪いで閉じ込められるオチが目に見えている。脱出するチャンスは今しかないぞ。外は猛吹雪の予報だというのに本当に出ていくのか。ああ、こんな旅館に長居するよりはマシだからな。ミミズが帰ろうとしているところであなたのターンです。行動を選択してね。声をかける、無視、一緒に帰る。猛吹雪なんでしょう。なんかヘビって変温動物だよね。普通に冬眠できるんじゃないの。死ぬわけじゃないんじゃない。一緒に帰ってよくない。でも声かけるんだったら何をかけるのが気になるけどね。一緒に帰ろう。ヘビのような下等生物と一緒に帰るなど、ミミズとしてのプライドに反する。ミミズも同じようなもんだろう。何？なんだ今の音は。獣みたいな、獣みたいな鳴き声が聞こえるよ。そうだよね、獣入ってきたもんね。なんかね、何よ。おいおい、なんか来たぞ。ぐるるるるる。あ、警察犬だ。警察犬？大型犬？なんでこんな旅館に。これも呪いだよ。呪われた旅館によく出るタイプの凶暴な犬だよ。そんなタイプの犬あってたまるかよ。これ全員噛み殺されるパターンのやつだよ。その心配はいらんよ。この犬は警察犬だ。刑事が来たね今ね。あ、また誰か来たよ。警察のものだ。あ、二人来た。なんだこいつ。ブラックジャックみたいな人いる。今度は、あ、間違った、ミミズね。今度は警察だ。ハンター、客ハンター、どれだ。あ、これかな、これか、これのことが。どうしようかな。警察が何の用だ。この旅館に捜査令状が出ているのだよ。本当に？今現在ここに凶悪犯が滞在しているとの情報だ。凶悪犯。なるほど。今度は凶悪犯か。もう呪いどころの騒ぎじゃないよ。本当だよ。呪いかと思ったらなんか普通に人災も起きてるよ。凶悪犯がいるならなおさらこんな旅館にいられるか。出てってやる。そういうわけにもいかんのだよ。凶悪犯の可能性のあるものを旅館から出すわけにはいかないからな。大雪もこれからピークになることだし、帰るなら明日にしたまえ。明日まで凶悪犯と過ごさなきゃならないの？ブラックドクター。ブラックジャックって言ったのはあんまりなんか当たらずも遠からずだったね。心配いりませんよ。そこの刑事は数々の事件を名推理で解決し、無敗の刑事とも呼ばれる人物。あ、刑事の助手、助手助手だな。なまってしまった。刑事の助手さんね。凶悪犯などすぐに捕まえてくれることでしょう。無敗の刑事、本当かな。ちょっとヘビ客のなんか区別をつけていきたいけど、どれがどのヘビ客だか全然わかんないから、ちょっと無理。それは本当よ。この刑事さん、過去にも旅館の難事件を名推理で解決してくれたからね。あ、そうなんだ。過去にも事件が起きてる時点でこの旅館呪われてるじゃねえか。本当だよね。今普通にそうなんだって流しちゃったけど、何度も事件が起きているってこと？いや、信用ならねえこの旅館。なんでこんなにみんな泊まりに来てるんだ。旅館に人が集まったところであなたのターンです。何か発言しますか？じゃあ発言しようか。そこの蛇が発言したいそうだよ。そこの蛇ってどこの蛇のことだい。いっぱいいるもんね。なんかでっかい蛇いるね。普通の蛇だけだと1,2,3,4,5,6,7匹かな。なんか1匹だけ色違うかな。気のせいかな。蛇の数が増えてきて見分けがつかないわね。発言したい蛇がいるならさっさと名乗り出たまえ。すぐ名乗り出る。あえて様子を見る。ちょっと様子見てみる。発言する素振りだけしてすぐに発言しないタイプのヘビだよ。このなんとかかんとかのタイプのなんとかっていうさ、言い回し方すげえ好きなんだよね私。これ面倒なことになるパターンのやつだよ。
どの蛇だか直接教えたまえ。ここから目の前に蛇がいて、その左にいる蛇だよ。待って、このお客さんはどこにいるんだ。ここから目の前に蛇がいて、その左にいる蛇だから、あ、これが私か。てか、これが私が操作してる蛇。あ、そっか。一匹だけ、動きがない蛇が私ね。オッケーオッケー。蛇の場所伝えるのに蛇を経由されると、そこで位置がリセットされるから分かりづらいわね。確かに。この位置から左上にいる蛇だよ。方角聞いてんのに上って何なのよ。その蛇の特徴を言えばいいだろ。そこの緑色の蛇だよ。検索結果が一見も絞られやしないよ。あなたが名乗り出ないせいでグダグダ進行になっています。名乗り出ますか。どうしようかな。まだ様子見る。めんどくせえ蛇だな。すぐ発言しねえんだったらそいつスルーして話進めりゃいいだろうが。なんだこれ。言論弾圧かな。言論弾圧は良くないよ。蛇にも表現の自由があるんだから。だからご自由に表現しろっつってんのに表現しねえからグダってんだろうが。あなたのせいで殺伐としてきました。コマンドを選択してね、仲裁する。お前のせいなのになんで仲裁するねん。でも面白いからこれ仲裁しよう。仲裁のコメントを選択してね。喧嘩はやめて。揉めるなよ。ここはいつから託児所になった。皆さんが静かになるまで5分かかりました。めっちゃ腹立つ。この主人公腹立つなぁ。あ、主人公じゃないか。シュヘビ公。なんて言えばいいの、わかんない。じゃあね、めっちゃ腹立つから2番目のやつにしよう。揉めるなよ。ここはいつから託児所になった。てめえのせいで揉めてんだろうが。発言内容を選択してね。犯人がわかりましたよ。どう最近、発言を取り消す。私さ、こういうね、無意味な選択肢ってすっごい大好きなんだよね。ちょっと、これ、やりたい。どう最近。今言うほどのことでもない内容だったよ。あのさ、キャラクターがみんな寄ってたかってこう、ツッコミを入れてくれるこのゲーム、めちゃめちゃおもろい、ほんとに。結局、その脅迫感、脅迫、耳ず喋りづらい。結局、その脅迫犯ってのがピンとこない。情報が少なすぎるからな。まずその凶悪犯ってやつの特徴は、人間なのか蛇なのか。蛇だったら代わりに駆除してやってもいいぞ。あ、ハンターだからね。なるほどね。凶悪犯の詳しい情報はまだ不明だ。分かっているのは今現在この旅館内に滞在しているって情報のみ。なるほど。なんでここで異議唱える必要なんだ。意義あり、意義なし。いやでもさ、こういうのって全部に意義唱えたくなっちゃうんだよね。まあ意義ありにしとくか。そうだ、おかしいぞ。人間か蛇かも特定できてないのに、この旅館に凶悪犯がいるだ。あ、確かにそうだよね。一体どこからの情報なんだ。その情報源はどこだよ。そうだよ、こいつだよ。ああ、警察犬。この探知犬を探し当てた結果がこの旅館だったわけだよ。探知犬なんだ、警察犬じゃなくて。ん？あれ？うん。警察犬が？犬に選ばれただけで捜査令状だなんて迷惑な話だよ、まったく。おかみさんにしてみたらそうだよね。まあ、呪われてるって時点でちょっと捜査令状入ってもおかしくないとは思うけどね。この犬は優秀な警察犬だ。危険物の探知に関しては抜群の嗅覚を誇る。重度の危険物なら半径1キロの距離まで探知可能だ。優秀。優秀だね。やっぱなんか、いにしえのさ、いにしえっていうのおかしいか。なんだろう。こう最新技術というよりもさ、こういう古くから伝わる方法での操作っていうのも割と大事だったりするよね。危険物に限らず、生き物、凶悪犯でもこの犬は嗅ぎ分ける。すごいね。だったら誰が凶悪犯なのか、そのお犬様に嗅ぎ分けてもらおうじゃないの。そうだよ、それすればもう一件落着でしょ。そうだな。もっと詳しく探知する価値はある。ぐるるるる。あ。あ、今探知してんのか。今ので犯人が分かったのか。でもこいつ全然喋んないよね。こいつ何なんだ、一体。
データは取れた。で、誰が凶悪犯なんだよ。そう慌てるな。今分かりやすく数値化させるところだ。え？あれ、何？匂いを数値化させるの？匂いで判断したことを数値化させるの？それはどうやるの？それが最新技術？数値化？最先端技術出たー。あれ、どんな声でやってたか忘れたー。最先端技術を用いれば数字だけで犯人を割り出せるのですよ。ブラックドクターの声忘れちゃったから、ちょっと次回までにちょっと安定させておきたいな。数字が一番合理的で、数字は嘘をつきませんからね。最先端技術かっこ犬の嗅覚ね。最先端とは言えないと思うけどね。探知犬の数値データは一度も間違ったことがない。犬は優秀なのだよ。どこその下等爬虫類とは違ってな。この世界線のヘビの扱いすごいひどいね。数値が出ましたよ。ダメだ、もうブラックドクターの声忘れちゃった。どうだったっけ。とりあえず数値が出た。攻撃力4が普通のヘビ、攻撃力6がヘビ大型犬、大型種か。大型犬は犬になっちゃうわ。攻撃力3が普通の人間で、攻撃力4が人間かっこハンターで、攻撃力5が警察犬、攻撃力3がミミズ、攻撃力4がムカデ。あ、このなんかグレーのやつムカデなんだ。なるほど。わあ、でっかいの出た。攻撃力とかなんだかゲームのような数値も出てるよ。攻撃力は危険度指数のようなものだ。一番高いやつが凶悪犯と決まったわけじゃないが、推理の参考にはなる。一番高いやつはヘビ大型種か。ヘビの危険度指数が高めに設定されてる気がするよ。事実ヘビは危険だからな。毒を持つタイプもいれば、巨体で尻尾をビッタンするタイプもいる。ああ、ヘビのあの尻尾の攻撃のことってビッタンって言うんだ。なるほど。かわいいな。過去にこの旅館で過去にこの旅館で事件が起きた時も、ヘビが犯人だったしな。なるほど。ヘビは危険だ。どうせ冤罪だろ。無言。ああ、なに、この無言ってやるとさ、なんか前回の犯人みたいになっちゃうからさ、どうしようかな。まあでも、自分もヘビなわけだし、ヘビは危険だっていうのおかしいでしょ。どうせ冤罪だろ。そうね。冤罪の可能性もあるわね。ミミズかムカデあたりと見間違えたとか。ヘビに対して過信は禁物だ。え、ヘビの方がミミズとかムカデよりも価値が低いの？そうなんだ。まあムカデだったらまだちょっとわからんでもないけど、ミミズよりかはヘビの方が強いと思うけどな。化けの皮を剥いだらどうなることやら。脱皮したばかりだけどね。ヘビだけに、ど。ヘリクツはいい。今は無害を装っていても、いずれ尻尾を出すって話だ。ヘビだけに。とっくに出してるよ。むしろ尻尾しかパーツがないよ。いやー、会話のテンポがいいな。もういい、黙れ。とにかく今回の凶悪犯もヘビの可能性が高い。十分注意しておきたまえ。気に入らねえな。そうやってすぐ数字とレベルや、レベルじゃねえわ、ラベルだわ。ラベルやレッテルを貼り付けようとする警察のやり口。あ、ミミズ、味方か？俺たちは馬じゃねえんだぞ。あ、でもそっか。ヘビのことさっきなんかバカにしてたから、もうお前敵だ。いつからミミズが馬より上だと錯覚してた？どうせヘビより数値が雑魚扱いだから悲願でいるのだろう。確かに、ヘビの方が4でミミズ3だもんね。てめえは無駄口叩いてないでさっさと推理しろってんだよ、税金泥棒が。単純なる悪口。んで結局誰が凶悪犯なんだ？そこのでかいヘビか。まだはっきりとは分からんよ。ここにいる以外に客はいないのかね。客も従業員もこれで全員だよ。そうなると凶悪犯は旅館のどこかに隠れている可能性も高い。
その犬、最大で、ヘビ従業員、その犬、最大で半径1キロ圏内なら探知するとか言ってたよね。それなら、旅館内に潜伏してる犯人も探知できるはずだよ。それが反応しないのだよ。あ、じゃあいないんだね。大雪の中、あー、めっちゃ裏返った。大雪の中来たから鼻水が詰まったのかもしれんな。かわいいね。よしよし、頑張って鼻水出そうね。まあ明日、になれば回復するだろ。犯人はこの中にいない雰囲気になりました。何か発言しますか？発言する、何もしない、セーブする、宿泊部屋に移動。まあセーブする必要はまだないかな。ちょっと発言しとくか。犯人はこの中にいる。犯人はどこかに隠れている。いや、どこかに隠れている可能性はさっき潰されたところだから、犯人はこの中にいる！そうだね。警察犬の調子が悪いんじゃ、この中に犯人がいる可能性もあるよ。とにかく、無敗の刑事と名乗るなら犬ばっかに頼ってないで自分で推理しろや。その通りです。全部言いたいこと言ってくれるな、ミミズくん。旅館の宿泊客名簿、旅館の宿泊客名簿の中に不審に思った人物はいなかったかね。確か7号室に宿泊のお客さん、職業がハンターだとか。ハンター？そういえば探知犬データにもハンターの表記があったな。俺のことだな、このおっさんね。ハンターなら銃とか所持してそうだよ。危険だよ。プライベートで温泉に入りに来ただけだ。武器なんぞ持ち込んどらんよ。職業ハンターって普段何の動物をハントしてるのさ。ヘビだ。やばい、全員殺される。ド直球だな。もうこいつが凶悪犯ってことでいいよ。今は温泉に入りに来ただけだと言っただろう。プライベートに仕事は持ち込む主義でな。なるほど。ハンターに対して何か発言しますか？発言しとくか。ハンターは凶悪犯ではない。このハンターこそ凶悪犯だ。捕らえよう。全人間を敵に回していく。いや、まあでもな、ハンター敵に回すとな、能力値同じだから、なんか戦ったら相打ちになっちゃいそうだから、ちょっとかばっとくか。うん。ハンターってだけでは凶悪犯とは断定できんな。他にめぼしい客はいなかったかね。6号室に宿泊しているムカデの客がバールのようなものを所持してるのを見たわ。危険だね。あー、出た、やっと出たね、このグラフィック。ずっと喋ってなかったもんね。あ、え、なに、ポイズンスネーク。あ、色がちょっとだけやっぱ違うわ。バール持ってるなら凶悪犯だよ。怪しいよ絶対。この旅館には ATM も金庫もあるからね。ムカデ、ムカデの声どうしようかな。あのバールは売り物だ、犯罪用ではない。バールは扉などを破壊するには有効だが、大した凶器にはなるまい。バールだけで凶悪犯とは断定できんよ。まあムカデの荷物は後で調べさせてもらうがな。他に宿泊名簿で気になった客はいないかね。確か最後にチェックインしたお客様、職業が探偵だとか。最後、あ、私か。探偵だと？どの客だよ探偵ってのは。あなたの話題になっています。何か発言してね。探偵です、よろしくね。探偵として警察に協力してやらないこともない。偉そう。探偵ではない、名探偵だ。真実は一つ。まずは依頼料、話はそれからだ。無言。いやー、どうしようかな。ちょっと今ゼロゴールドだからさ、もんなしで泊まりに来てるからさ、ちょっと依頼料かな。まずは依頼料、話はそれからだ。旅館の経営が厳しいから100ゴールドしか出せないよ。お、いいの？嘘。冗談だったのに、ありがとうございます。ともあれ、今の状況で探偵がいるなら心強いよ。いや、この無敗の刑事がいる以上、探偵の存在など無に等しい。
なんか無敗の刑事っていうさ、なんだろ、レッテルがさ、もう無能な感じ醸し出してるんだよ。どうなんだろう、本当に有能だったらごめんだけど、このなんかちょっとマリオっぽい顔ぐらいに、こういう無敗の刑事みたいな、こうレッテルが貼られるとちょっと怪しくなってくるな。マリオは大好きなんですけどね。ましてやヘビなんぞな。くれぐれも操作の邪魔をせんように。お前も邪魔するなよ。無視、どつく、盗む、宿泊部屋に移動。え、盗むは違法解禁後にしか使えないのか。腕力も5以上じゃないとどつくができないから、まあどっちも失礼だね。え、無視しとく。無視、すぐ無視する。だからヘビは下等生物なのだよ。そんなことより凶悪犯の手がかりだよ。他に怪しい客は思い当たらないね。もう夜になる。本日の捜索は一旦打ち切ろう。6号室のムカデは個別に持ち物検査。7号室のハンターも念のため持ち物検査だ。1号室の探偵ヘビはどうでもいい、スルーだ。いやー、バカにされてるなー。ちょっと本格的な捜索は明日からとする。明日まで凶悪犯を野放しにするっていうの？心配いらんよ、我々も一晩駐在するからな。あー、もうブラックドクターの声毎回忘れるわ。無敗の刑事がいる手前、凶悪犯も下手に事件など起こせやしないでしょう。もうセリフ喋るたびに声変わりする人にしようかな。念のため寝る前は各自戸締まりを忘れないように。本日の話し合いが終わりそうです。最後に一言ありますか？もっと議論を続けるべきだ。夜中に誰かが殺されるぞ。温泉に入りたい。お部屋にピザ届けてね。これにてお開きとする。あー、3分しか入れないけど温泉に入る？どうしようかな。部屋にピザ届けてね。100ゴールドしかないけどいけるかな。部屋にピザ届けてね。デリバリーは宿泊部屋の電話機から注文してね。あー、くそー、チュートリアルみたいな発言になっちゃった。宿泊部屋に移動します。おー、来たね。とりあえずセーブってどこでできるんだ？これか？あ、ここで操作の記録ができますと。よし、じゃあセーブして。じゃあ今日はこれくらいで終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。このさ、導入部分だけでもめちゃめちゃ面白そうじゃない？そう、これをね、結構前に見てね、面白そうだなと思って、ぜひやりたいと思ったんですよ。それでは最後までお付き合いいただければ嬉しいです。では次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。おつぴよです。チャンネル登録もよろしくお願いします。